好的，我们现在的任务的话要去救圣野，也就是证人的妹妹。他说要去能俯瞰他的那栋大楼。在下面。唔是，哎，手痒了是不是？哎、欸，没，八神你在干嘛？不是做这个的时候吧？这跟我烦哦，他都没有电梯，还要往走到高楼跟他会合，这画面晕死。まず強行突破はなし。敵の数がわからないし、人質を盾にされ、変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあ、どっか侵入口見つけて忍び込む感じか。ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ。いい作戦を立てといたぜ。あ、对哈、旁边有这个。どんな？有手扶梯嘛。俺がビルの正面で騒ぐ。で。連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリだろ。あ、まあ、で、目を引くって何やんだ？それは、そん時がクリアわかる。ただまあ、お互い体の張り時だ。うん、なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。分かったよ。结论就是海豚当坦，可这样应该很危险吧？人家黑帮哎，两把枪。该柜台小姐表示：“他妈的，我要换工作。”哎呀，今の。あ、村瀬のクソガキいるか？元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえと。このビル燃やすぞこら。おお、上等や。そこおれよ、我ら。逃げんなよ。行け、タボ。今がチャンスだ。分かった。死ぬなよ、カイトさん。海豚哥好帅哦！哇哦！感觉人有点多哎。一二几个？八个人呢。手を出せっつってんだよ。雑魚じゃ話にならねえ。早く呼んでこい。哎、欸，这边的门我应该不……哎、欸，还要再撬一次啊！哦，干，超麻烦。そう、難しい。ダメか。よし。もう少しだ。揪出深耶和他的妹妹，没有问题。哎，从一楼走。哇，用铁丝穿过门缝，从内侧勾住来开门。哇靠！好，我身上有两个铁丝。OK。難しい。そう、ダメか。よし。よし。ダメか、ダメか。ダメか。違うか。他说都不能乱碰到东西。もう少しだ。よし。太精细了吧！これでよし。刚好难哦。啊，这根螺丝已经坏了，讲错了，是铁丝。哈哈哈！太好笑了。我，お前は生きては帰りたいんで。是什么？满汉全席哦，任君挑选。
刮风血，我换一个，换一个。这是老他们老大最爱用的球棒的。还有什么可以玩的？哦呦！タコどこだ？知らん。俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。はあ？なんだよ、使えねえな。とりあえず上に行くしかないな。正在被、不好说。哇靠，又要玩这个。木村，你不是有一个独特的破坏法吗？踹三下。もう少しだ。よし。よし。那是电器，一样啦。锁，锁更好破哦。你们说什么？先调查这层楼吧，来看有没有妹妹。我们这个东西还在 CD， 所以我们决定换一个。爆仙药，来新小怪的好不好？干，又要开锁。少しだ。よし。開いた。哎，不好意思。啊，不好意思。在这个范围内，我就是无敌的。敢跟我玩？クソが。まだ元気があるんなら、いろいろ喋ってもらおうか。你们绑架的女孩在哪里？さらった子はどこだ？上や。応接室におる。応接室だな。素直で結構。门的密码是多少吧？这两个比较重要吧。応接室の扉の暗証番号は。因为用屁股想也知道存在在哪里。凶凶凶凶凶。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は。1370や。1370だな。哎，这个小弟会被揍吧？哎，我们有钥匙哎，我都忘了。钥匙，这个钥匙能丢掉？因为到后面我说不定会搞错，哪一把是哪把？不，这个有五个锁啊！
ダメか。よし。我们破完关之后可以计算一下，开完这游戏所有的锁要花几分钟。よし。干你嘞！もう少しだ。よし。もう少しだ。よし。開いた。開いた。はい。いたいた。来了，一三七零。我今天看南方公园，他说密码是多少，然后那个人回答九，然后呢，哦，九就只有九。聖夜の妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。八神？やろ、いつの間に。その子解放しろ。今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。ああ、なるほど。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけか。まあ、裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けど、それじゃ言い訳にならない。は？縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下当然八神怪我までさせたら。我们要不要数一下你这一趟下来杀了多少人。その時殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれで芝居や。はい、脅迫罪。干，八神好嘴啊，明明自己是最恐怖的。このガキ口聞けんようにされ。公理会的成员。Oh yeah。是我闪电的力量吧？啊！闪电！看起来我的仙药快没了，赐予我仙药的力量，有点痛。哦，大哥大哥，不要这样了，我有偶像包袱，谢谢。跳街舞，跳街舞，再来一个，哎，外挂，再来跳街舞，嘿。什么？我还可以再跳街舞吗？最后的街舞了。
圣言的妹妹，不要害怕，我会保护你的。你可能要小心我的拳，我的拳风。瀬さん、なんもいいだろう。これ以上騒いでも泣き見んのあんたらだけだ。羽村にアリバイがある。久米をやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら久米は誰がやったんや。それはまだ分からない。ただハムラならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。なんやと。没错，有好几张事实的话都指出与春和凶手有关。事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うに。クメはアムールから解放されなかった。我要猜。ハムラから真犯人に引き渡された。那家酒店下面有地下室。そしてハムラがサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかでクメを殺し、その目をえぐり出した。筋は通っとるな。ハムラが無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやからハムラは。泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。ふん、分かったわ。いいけや、今日は探偵さんの度胸を褒めといたる。どうも。干、不是吧。不是吧？什么胆量？干，只是觉得有点 low 啊！你关西的一个黑道，你想要进驻到关东，然后你两次被同一个人灭团，我是你，我早就跳楼了。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では、先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人、いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが、初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今、弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。哎呦，这句我要学起来。好聪明哦。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。大体2年です。そのわずか2年の間に。あなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか？それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる。調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。であるならば、やはり被告人のアリバイは成立しません。
以上です。弁護人から何かありますか？言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。哎呦，找到你们了！你们是有来调查过的。今映ってるのはあなたですね。哎呦，哦，你说谎哦，你说谎哦。防犯映像に映っている。你说你没来调查过的哦。行動の再現でしょう。違いますか。え、いや。所以就跟他说，如果你要做坏事的话，你不能剃光头，サウナ周辺の防犯カメラ映像は对不对？一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。太好认了，那人不是我，不是我。行かれておられます。哦，平头人不多。なぜそんな嘘をついたんですか？嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り、必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなく、わざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれない。え、检察官可以这样子吗？就为了要起诉被告，所以他隐瞒了一些证据，这样是可以的吗？嘘をついた。違います。可以啊，当然可以。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか？あなたは先ほど。堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに、今この法廷で被告人の有罪を主張しているのは、そんなあなたの言葉だけなんです。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。各位，你们知道这个章节九也被敲了多少次吗？起码十次。我们一直看那个画面重播。超帅。讲说是圣野，圣野超可怜，一直被扒头。圣野超可怜。無罪。Yes, yes。これから判決の理由を述べますので。被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にも面つってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。来下一个。我会永远守护你的微笑的，才怪。八神さん、
ですよね。お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか？あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。哎呦，中国人啊！挨拶する義理はないんでね。感觉要牵扯到中国黑帮了。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。自媒体人。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士。俺がどう取材に答えようが、あんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に、可愛い娘を焼き殺されたご遺族。彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか。それなら結構です。好的，第一章的鼹鼠我们就已经破完了。综合来说，我们大概也玩了五个小时，光是破第一个章节，也让我们了解到本作有多么的怎么说呢？被冗长，非常的冗长。2018年、カムロ町では。関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だったカムロ町の探偵、八神隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に八神はモグラと名をつけた。